皆さん日々のゲームライフお疲れ様です。ワプラスゲーム通信、略してワプ2のトミです。10月はマリオやメトロイドなどのビッグタイトルが発売していましたが、皆さんは購入しましたでしょうか。今回の動画では10月発売後の評価を10選に簡単にまとめて、どこよりも早くご紹介いたします。こちらのチャンネルではスイッチ特化のチャンネルとして動画投稿しております。スイッチの情報をいち早く入手したい方、どんなソフトを買えばいいかわからない方はぜひチャンネル登録をしていただき、参考にしていただければと思います。それでは早速いってみましょう。まず最初にご紹介するのはサッカーゲーム FIFA シリーズの最新作 FIFA22 任天堂スイッチレガシーエディション、2021年10月1日発売。 Amazon 評価は星 4.1。 今年も任天堂スイッチ版で発売した FIFA シリーズの最新作 FIFA22 ですが、近年では恒例となっているレガシーエディションでの発売です。 PS 版などは新機能が搭載されていますが、スイッチ版は FIFA21 レガシーエディションと同じゲームプレイ機能とモードになっているので、最新のシステムでプレイしたい人には購入をお勧めしませんが、本格的なサッカーゲームをプレイしたいスイッチユーザーにはいいかもしれません。 Amazon のいい評価としては、前作より動きが良くなった、オンラインプレイ時にストレスなくマッチングする、初めて購入したが操作が分かりやすかった、子供のために購入して楽しくプレイできていますなどの声がありました。悪い評価としては、バグが多すぎる、スイッチ版は惰性で発売している、味方の AI がかなりひどいなどの声があったので、フィールドでの選手の動きなど細かいところまでこだわりたいユーザーにはあまり向かないゲームかもしれません。2つ目に紹介するのは、一流のクリエイターたちによって開発された注目作アストリア・アセンディング、2021年10月7日発売。 Amazon 評価はまさかまさかの星 2.3。 海外スタジオの作品ではありますが、ファンタジー世界の壮大な物語とそれを描く美しい 2D アート、攻略しがいのある多彩なゲームシステム、さらには充実のやり込み要素までが魅力のゲームで、発売前は評価の高いゲームだったのですが、なぜここまで落ちてしまったのでしょうか。いい評価としては、グラフィックが綺麗、ロードが短い、昔懐かしの RPG をプレイできる作品などの声があったのですが、圧倒的に悪い評価が多く、ゲーム性異常の問題、字が小さすぎて見えない、なぜこんなに見えづらくした、横スクロールだけの移動で単調、耳慣れない用語や種族が多く世界観に入りにくい、進行不能バグが多い、ボス戦でいきなり無音になったなどの声が多くありました。字の小ささはモニターにつなげればある程度軽減できるようなのですが、それ以外の要素はこれから改善するのも難しいように感じます。3つ目に紹介するのは、サムスを操作して創作×恐怖に立ち向かうメトロイドドレッド、2021年10月8日発売。 Amazon 評価は星 4.3。 探索型アクションゲームメトロイドシリーズ19年ぶりの完全新作として発売した本作、シリーズ伝統の自由度の高い探索要素とサムスを追い詰める幾多の恐怖というこれまでにない刺激が融合した新感覚のメトロイドということで、発売前から注目されていた本作ですが、発売後も評価はかなり良かったです。いい評価としては、昔からメトロイドが好きな人には絶対にハマるゲーム、この難しい難易度がたまらない、 2D 横スクロールアクションの完成形であり歴代最高の傑作だ、緊迫したボス戦でのスリルがたまらない、映像も綺麗で操作性も抜群、ストーリーも素晴らしかったなどの声が多数ありました。悪い評価としては、難易度に対しての意見が多く、メトロイドが人を選ぶゲームになって残念、子供には向かないゲーム、難易度が調整できるようにしてほしかったなどがありました。アクションゲームが得意で最近のぬるゲーに飽きたという人にはぴったりのゲームだと思いますので、ぜひプレイしてみてください。4つ目に紹介するのは、 EDF シリーズのターニングポイントとなった意欲作地球防衛軍3 4 Nintendo Switch、2021年10月14日発売。 Amazon 評価は星 3.1。 地球防衛軍3は2006年に Xbox 360のローンチタイトルとして初登場し、2012年にはオンラインマルチプレイに対応した PS ビータ版もリリースして、今回スイッチにも登場しました。本作は地球を侵略戦とする地球外生命体フォーリナーと地球防衛軍 EDF の戦いを描いた物語となっており、大量に湧いてくる敵を倒す爽快感が特徴の作品です。もともと発売していたゲームなので良いも悪いもない感じの評価でしたが、いい評価としては、最初からペイルウィングを選択できるため遊びの幅が広がっている、自動セーブ機能がありいちいちセーブしなくてもいい、オンラインプレイが楽しいなどがありました。悪い評価としては、パッケージ版のロード時間が長い、 Xbox 360 版と比較すると低グラフィック、移植ゲーなのに値段が高いなどがありました。もともと地球防衛軍をやっていた人でオンラインでわちゃわちゃ遊びたい人にはおすすめのゲームかもしれません。5つ目に紹介するのは、最大6人のフリームーブターン制コマンドバトルが魅力のモナーク、2021年10月14日発売。 Amazon 評価は星 3.1。
本作はその中に入った者の精神を狂わせる謎の霧に閉じ込められた学園を舞台に、悪魔と契約して異能の力を得た主人公たちが元の世界に戻るための戦いを繰り広げるという新作 RPG です。謎解き中心のダンジョンやシミュレーション風で情報片気味の戦闘など挑戦的で尖った魅力を秘めた作品として発売したのですが、評価はどうだったのか。まずいい評価としては、エゴとエゴがぶつかる独特のストーリーがいい、戦略性の高いコマンドバトルが面白い、ダークな展開が好きな人にはプレイしてほしい、少年誌のような胸熱展開で最高でしたなどの声がありました。悪い評価としては、システム自体は面白いが人を選ぶゲーム、戦闘のテンポが悪い、移動で倍速機能を使うと処理落ちする、グラフィックが今の時代のゲームと思えないほど悪い、ボス戦の挿入歌が効いてて恥ずかしいなどがありました。ストーリーが良かった、挿入歌は別として BGM はかっこいいとの評価が多かったので、そちらを重視する人にはおすすめのソフトです。6つ目に紹介するのは、2017年に発売されたブルーリフレクション幻に舞う少女の剣の続編、ブルーリフレクション対、10月21日発売。 Amazon 評価は星 4.3。 前作の主人公白井ひな子もヒロインの一人として登場し、魔法少女に変身する少女たちの戦いと女子高生のきらびやかな生活風景がこのシリーズで共通する見どころです。主人公は至って平凡な生活をしていた女子高生星崎真央、前作とは異なり一面海に囲まれた学校という謎に満ちた異世界が舞台となりました。こちらのゲームのいい評価は、ライザのアトリエ風で面白かった、前作よりも進化している、やり続けてシステムを理解すると楽しさが分かってくる、前作をプレイしていなくても理解できる内容で良かったなどがありました。悪い評価としては、スイッチライトでプレイすると動作が悪い、PS4 と比較するとグラフィックがぼやける、キャラメイクなどもうちょっと力を入れてほしかった、この値段でフルボイスじゃないのは残念などがありました。 PS4 を持っている人はスイッチでの購入はしない方が良さそうです。7つ目に紹介するのは、マインクラフトダンジョンズの全てが一つに、マインクラフトダンジョンズアルティメイトエディション、10月26日発売。 Amazon 評価は星 3.5。マインクラフトの世界とひたすらダンジョンを潜っていくダンジョンクローラーと呼ばれるジャンルのゲームが組み合わさったアクションアドベンチャーゲームとなっている本作、そのゲーム本編に加え6つのダウンロードコンテンツ、ゲーム内で使用できるヒーローマント、2つのプレイヤースキン、ペットのニワトリが含まれた完全版です。すでに発売されているゲームの完全版なのでレビュー自体が少なかったですが、いい評価としては、本編だけだとボリュームが足りないから助かる、マイクラ好きなら絶対にプレイして損はない、スイッチを持ち運びながら遊べるので子供が喜んでますなどがありました。悪い評価としては、フリーズして強制終了が連発する、難易度が少し簡単すぎるなどがありました。フリーズに関してはまだ改善されていないようなので、心配な方は PS4 でプレイするのをおすすめします。8つ目に紹介するのは、前作人類の皆様への続編、こちら母なる星より、2021年10月28日発売。 Amazon 評価は星 3.7。本作は荒廃した無人の池袋で6人の女の子たちが互いに助け合い生活を共にするユリアドベンチャーゲーム、誰もいない池袋に違和感を覚えながらも女の子たちはお互いに助け合い生活を共にすることで心の距離を縮めていきます。この時点でプレイする方を選ぶゲームになっていますが、まずはいい評価から。マップ移動プラス選択肢を選ぶ普通のアドベンチャーゲームになったが前作より良くなった、キャラが可愛くユリ好きにはたまらないゲーム、シナリオが普通に面白いなどがありました。悪い評価は、前作の探索要素がなくなった分さらに紙芝居のようなゲームになった、ゲームの必要があるのだろうか、 UI に難があったり音声がおかしかったりするので修正してほしいなどの声がありました。女の子同士がたわいなくわちゃわちゃしている日常系ユリが好きな人は購入をしてもいいかもしれません。9つ目に紹介するのは、スーパーロボット対戦シリーズ30周年記念作品となるスーパーロボット対戦30、2021年10月28日発売。 Amazon 評価は星 3.6。スーパーロボット対戦は様々なアニメーションに登場したロボットたちが作品の垣根を越えて一堂に会し共通の敵と戦うシミュレーション RPG シリーズです。これまでに90作品以上のタイトルを発売し、2021年4月20日にシリーズ30周年を迎えました。そんな記念すべき作品のいい評価から紹介します。攻撃前に時期もしくは敵が追撃確定かを把握できるようになった、ステージを自分で選ぶことで自分だけの参戦作品のスパロボをある程度作ることができる、30周年作品という大文句に恥じないクオリティのボリュームの作品でしたなど多数の高評価コメントがありました。悪い評価は、既存キャラの立ち絵の流用が目立つ、ダウンロードコンテンツでお金を取られるのが残念、注力している作品とそうでない作品の差がひどいなどがありました。作品に思い入れがある人などは気になる点が多々出てしまう作品なのかもしれません。最後にご紹介するのは、マリオパーティー最新作、マリオパーティースーパースターズ、2021年10月29日発売。 Amazon 評価は星 4.4。
本作は歴代マリオパーティーから任天堂64のスゴロクと厳選したミニゲームをギュッギュッと詰め込んだマリオパーティーです。ミニゲームは任天堂64で発売された初代マリオパーティーから Wii U で発売されたマリオパーティー10まで歴代マリオパーティーシリーズの中から100個を厳選して収録。そんな本作のいい評価はオンラインがタイムラグなく遊べてよかった、デイリーミッションなどのミニゲーやメインのスゴロクが面白い、子供の頃ハマったマップがリメイクされていて懐かしい、みんなでワイワイするなら鉄板のゲームなど多数の高評価コメントがありました。悪い評価はプレイ時間15時間ほどでやることがオンラインで楽しんだり称号集めくらいしか残っていない、演出が64の時と比べると派手さがない気がする、ソロプレイ目的では購入しないことをお勧めしますなどがありました。マリオパーティーは他の作品に比べ評価が163件もあり圧倒的な量だったんですが、それでも評価が 4.4 なのはさすがだなと思いました。ということで今回は2021年10月発売ソフトの評価をまとめて10選ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでもソフトの購入の参考になった、または面白かったと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。また次回もスイッチの耳寄りな情報をまとめてご紹介しますので、ぜひ視聴していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。